ボルボ、デザイン your life。 渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ、デザイン your life。 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日は藤原さくらさんをお迎えしています。エンジョイメントということで、趣味とか日々の楽しみのお話を伺いたいのですが、はい、仕事を離れると何が楽しいですか？この音楽の仕事って自分のプライベートと仕事の時間がすごく曖昧になってくるんですよ。だから家で制作とか、その曲を作らなきゃいけないから時間をポンと渡されたりするじゃないですか、でもその時間でじゃあできるかって言われるとできない日ももちろんあって、その気分転換として映画とか本はよく読みますね。映画はまあ DVD で、映画館で、映画館にもよく行くんですけど、一人でもよく行くんですけど、今もういろんなのがネットで見れるじゃないですか、だからネットフリックスとか、U-NEXT とか Amazon プライムとか、こう、すごいたくさん加入してる。すごいですね。たくさん加入してるんだ。大会でなんか大会するのがめんどくさくなって全部こう加入して、ちょっとそんな全部は見れない、でも選べる選択肢はすごいですよね。選択肢が広がって、それをこうもうお風呂も入って全部綺麗な状態で、ベッドにこう横になりながら映画見るっていうのはすごい楽しいです。幸せ。どういう系の映画が お好みですか？何でも見るんですけど、それこそもヒューマンドラマも見ますけど、結構アクション も見ますね。映画好きなのはいわゆる小さい頃からですか？はい、父が大好きで、音楽と映画とかはもうお父さんがたくさん見せてくれましたね。これが面白いから見なさい。本とか漫画とかも読んでる。漫画も大好きですね。漫画なんかね、さっき聞いたら部屋にもアニメのポスター貼ってたみたいな話もありましたし、漫画もじゃあ結構持ってた。漫画も相当もう何千冊とか持ってたと思いますね。なんか事前のアンケートによりますと、なんかハマってるのが先駆け男塾だと。先駆け男塾めっちゃハマってますね。先駆け男塾結構前ですよね、漫画自体は。私が生まれる前の漫画ですよね。ですね。それなんでハマったんですか？なんか絶対好きだよって誰かに言われて、ずっと先駆け男塾見ようと思ってて、で最近本当携帯でも漫画読めるじゃないですか。でそれで読み出してから、すごい巻数でしょ、だってあれも何巻、34巻もあるんだ。私まだ最後まで読めてないんですよ。だし意外ととんでもない内容ですよね。とんでもない内容で、死んだはずの人間が余裕で生き返るんですよ。全員なんか武道の達人なんだけど、だからまあ漫画なんで、もうなんかめちゃくちゃ能力なんだよ。戦って一回もういなくなったはずなのに、当たり前のようにまた出てくるみたいな。あれ割と男っぽい。いやいや、もうめちゃめちゃ男っぽいやつ。そういうの結構好きなんですね。好きです好きです、すっごいサバサバしてらっしゃいますもんね。なんかこうそうですかね。なんかそうかそうか。そういうの読んでる時ってちょっとそういうなんか中に入り込んで、自分もその中の物語の一人みたいな気分で読んでるんですか？先駆け男塾はさすがにそこはならないか。該当する人物はあんまりいないですか？あんまりいないですかね。本当になんか真剣にバカみたいなことをやるっていうのは本当に素敵なことだなと思いますね。なるほどね、真剣にね。そうなんだよな。でもまあ映画とか漫画本は本当にやっぱこう仕事から離れられますよね。離れられますよね。もう本なん小説とかってもうずっぷり入っていけるじゃないですか、自分の普段のこととか忘れて。面白いですよね。いや今日は本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ、今日は藤原さくらさんお迎えしました。ボルボデザインヨーライフ。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。